お父さんはお父さんで自分の息子を怒りがちやねん。どうもワンちゃんです。はい、ガチャです。今日はガチャです。はい、で、カメちゃんがいます。今日は、はい、ワンチャンネル真面目な動画をちょっと真剣に、はい、まあ、答えとかはないけど、うん、まあ、みんなと共有しながら考えていこうのコーナーの回、はいはいはい、少年野球についてです。お父さんの動画出したら、うん、ありがたいことに、まあ、なんかみんなよく見てくれてて、で、なんかコメントも結構こう長文で送ってくださってるんで、それを紹介してワンチャンネル的に議論はい、していこうと思います。はいよ。はい、ワンチャンネル、チャンネル登録させていただきました。今スポーツをする上で問題となっている視点を指定していたので目を引きました。頑張ってください。ありがとうございます。私は当番じゃなく来れる人できる人が交代で参加するのが一番なんですけどね。私の場合、娘が野球する姿や子供たちが可愛く、毎週行くのがとっても楽しみでした。今はコロナ騒ぎ、多分その自粛時な、お茶を当番中止中でしたが、全然不便じゃないですね。監督も今後ずっと不要って断言してました。練習試合で、試合する、審判する時も各自ペットボトルや水筒を近くに用意しておいて自分で勝手に飲んでます。弁当当番も配し、各自持ってくるかコンビニで買ってくるかって感じですね。全然それでいいです。まあ今の自チームは父兄がみんな仲いいからなんでしょうけどね。で、今は子供は野球やってみたいって子がいるのに、親がめんどくさがってやらせない家庭が増えてきてますね。悲しいです。子供がグローブとバット持って歩いてくるだけでウェルカムなのに、このチームの立場からして、うん、って感じかな。っていうのもあれば、うちは当番制があって上2人が行ってましたが、下2人がまだ小さくて行けませんでした。たまに試合で行っても低学年なので応援のみ、うん、父母ともに協力的な子がレギュラー入りなどもあって辞めさせましたって。で、中学に上がっても少年野球の親たちが同じように世話役をやってます。先生は別にやらなくても大丈夫ですよと言ってくれてますが、たまに試合を見に行っても世話役から親からは仕方されます。気にしてませんが、息子が楽しくやってりゃいいかなって。野球してた本人からのコメント、うん、野球やってる時ずっと思ってたけど、自分の飯と飲むぐらい各自用意せいやってずっと思ってた。病気のおかん本当大変そうやった。特に下手くその親のひがみマジでキモかった、うん、が本人子供側から、うん、でまだまだあるね、少年野球の監督をしていますっていうコメントがありますね。いろいろと問題視される保護者の労力や金銭的負担について以下の取り組みを行いました。指導者へのお茶、コーヒー出しの廃止、保護者の試合参加の自由化、練習時保護者はゼロ、過去見た人だけ見る、カバングランドコート、ユニフォームなし、指導者での遠征の送迎。私も親ですので、ここまで実行したらかなり楽になったのではないかと思ってます。嫁も実感しています。片親の保護者の方もたくさん見えますし、やはり金銭的にも最小限で済むようかなりの削減となりました。やろうと思えばやれることはたくさんあると思うのですが、やはり子供たち、保護者、指導者、お互いがしっかりと尊重し合う形を作るのが大事だと思います。おかげさまで楽しみに見に来てくれる保護者がたくさんおり、いい雰囲気でやらせてもらってます、うん、結構こう親目線のコメントが多くて、うん、そう、これについてちょっと話していこうかな。でもこんだけ長文くれるのありがたいよな。うん、なかなかないよな、こういうなんか動画見てもらってこう長文が来るってことは、やっぱりそれだけ悩んでるっていうか、うん、やっぱ問題視されてるもんなのかなっていうのが分かるよね。まずその俺らの時に問題はあったんかってな。そうやねん、そうやねん、少年野球のそのやあったかもしれへんけど、俺らは知らん。やっぱ子供側は知らんけれども、知らんで、親なんではあったのかもかもしれん。だから SNS があるからこうやって知ってるだけで、その当時はなかったもんな SNS。 だからそのチームのことしか知らんもんな。だからそう、逆に言ったらそれが当たり前やったから。そう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 、だから違和感になることもなかったよな。それが当たり前やから、もうそれ以外のことは知らんし、今情報がいっぱいあるから、そうちのチームはこうやけど相手チームはこうなんや、うん、あのチームすごいいいことしてるなみたいな、じゃあ俺のところのチームどうなみたいな、結構そういうのが今なりやすい。確かに確かに、困ってる人は多いんやな。
まあ、俺らもさ、子供の仕事してるわけやん、うん、で保護者の人に結構聞くやん、野球やらしたいけど、うん、そのチーム入れさすのはちょっとみたいな、まあ、送り迎えとかもそう、だから厳しいとか、やっぱそのイメージがやっぱ強いから、うん、俺はどうにかしてそのイメージを払拭させちゃうわけ、うん、なるほど、そうだよ、少年野球チームイコール厳しいんだ、まあ、俺らも厳しかったし、厳しかった、うん、そう、だからこんだけ困ってる人が結構おるっていう、うん、プラス改善しようとしている人もたくさんおるってことやな、うん、こんだけコメントくれるってことは、まずだから当番はいるんかっていう、動画出させてもらったやつは、うん、その別に当番も苦じゃないって、あのお母さん、うん、言ったお母さんは苦じゃない、うん、なぜなら子供が頑張って姿見れるし、うん、初め野球嫌いやったけどやっぱ子供が頑張って姿見たらグラウンド見に行きたいなって思うし、その当番って言ってもそんな絶対ずっとおるわけじゃないし、うんうん、ちょっと夏お茶ちゃんとあるかみたいな、うんうん、確認するぐらいやから、そこまで苦じゃないってそのお母さんは言ってる。まあでもそれが苦の人もいる。そう、苦の人もいる。だからそのお母さんは子供を見てるから楽しい、うん、けど別に楽しくないって思う人も正直おるやん、うん、自分の時間が欲しい、うんうんうん、だからそこがこうな、あのお母さんそうやって言ってたけど実際はそうじゃない、そうじゃない人もいっぱいおる。それやったらやらさんとか、そうだね、なんで保護者の負担を減らしたらもしかしたら、まあね、もっと増えるかもしれない。だからお当番は何のためにいるんやってなったら、監督コーチのお茶出しと、お茶補充、お茶補充 でも自分で持ってくんじゃん、そうやね、でも小学校で言うと足らへんか、コンビニで買ったらいいんじゃないっていう、あ、そうそうそう、自分らで各自用意せえやっていう話で済む話やから、そうで個人的には思う、まあ、でもそのやり方っていうのを変えるっていう人がまずいいし、うんうん、でやっぱりこう変えるっていうのが多分面倒くさいから、いや結局やらないってなる。だからお当番は別に悪いことじゃないと思うけど、強制なの、まあ、入る人イコール全員で回さなあかん、で前回したら回したでお前ちゃんとやってないやんけってなるってことだ、うんうん、子供だけ来て誰が面倒見てると思ってんねんみたいな、うんうんうん、その悪循環を思いました。言えへんよね、その上の人にさ、そのこのお茶当番もいらなくないですかみたいな、各自用意したらいいんじゃないですかっていう、そら入ったばっかしの人が5、6年やってる人からにはよう言われへんやろ。そう、結局そこなんちゃうかなって、やっぱ言ったらさ、やっぱりその言ったように、そのひがみであったりとかさ、その嫌われるとかさ、やっぱりそういう部分でやっぱりこうなかなか言えへんっていうのが多いんじゃないかなとは俺思うよ。コーチの問題もあるよな、ボランティア、ボランティアもあれ、うん、だからよくて、だ野球好きで入れてる人はいいや、自分も野球に携わるから、うん、でも野球好きじゃない人で子供が野球やりたいって言ったら、いや俺も手伝いに行かなあかんからやめとけって、だからやっぱ結局保護者の負担が多いってことなんかな、っていうイメージがあるんやろな、今イメージもある、だから それだけじゃないと思うけど、うん、でもコメント見てたらやっぱいいイメージを持ってる人は少ないよな、うん、うん、そうやな、改善しましたっていうコメントはあるけど、うん、まあ全部が全部じゃないもん、そう、ほんまにごく一部かもしれないし、でもそういうの、うん、そういうチームあるっていうのは分かってほしいな、結構問題系ばっかり SNS に上がってるから、あ、そう、少年野球は伸びしろしかないなって個人的に思うけど、昔ながらのやつばっかりだから、うん、だからやり方さえなよくできるところがあればみたいな、そう、ほんでなんかその俺がちょっと気になったのが指導者問題もある、お父さん、ああ、お父さんがコーチするやん、うん、別に俺お父さんコーチせんでもいいと思うよ、うん、わかる、だって別に野球好きじゃない人もおるわけやん、うんうん、じゃ変に教えん方がいいよな、あ、そう、経験者もあれって教えてるわけじゃない、女子ロボットのお父さんが教えてるところもあるってこと、私必然的にコーチになるっていう、あ、そうな、うん、もあるから、かそこも問題よ、負担多いよね、やっぱだってお母さんは当番やろ、うん、お父さんはコーチ、車だし、まあまあまあ、まあ、結構保護者の負担がやっぱ結局多い、うん、子供がしたくても保護者が止めるパターンが一番多いかなっていう印象、そう、日曜日とかも全部潰れるしな、そう、練習時間長いしな、そうそう、ワンチャンネルが少年野球チームがあるとしたらどうするかっていう、どうするか、俺はもうお父さんコーチ監督を辞めたらいいと思う、あ、だから外部招聘、外部招聘、ああなるほど、だからサッカーとか絶対そうだと思うよ、テニスやってた、小学校の時、小学校の時やってない、高校の時、
俺サッカーも親じゃないんちゃうかなと思ってね、あの近くの、まあ大阪は結構夕方サッカーやってるチーム結構ある。それ多分あれな、指導者クラブチームの多分チーム指導者やろな多分。そう、でもあれって外部招聘絶対そうやな。そうだから少年野球も外部招聘ありやと思うんだよ。でもお金をどうすんのって話になるでね。そのお金やろ。そうだからちょっと高くしたらいいんだよ、月謝を高くして。そう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 、その人に渡すっていうのもあれやからな。やっぱお父さんはお父さんでな、うん、結構な問題出てくると思う。それこそ審判の問題とかさ、うん、審判しなあかんお父さんって、うん、じゃあ自然的に野球のルールを絶対知っとかなあかんわけや、うん、でも興味ないお父さん嫌やん、うん、俺らは野球好きやからあれやけど、うん、でそういう問題も出てくるし、その毎日毎週行かなあかんっていうのもあるし、だから外部招聘俺はありやと思うよな。だから保護者の負担をまず減らすべく外部招聘、多少高くなっても月謝がな、うん、そうやな、外部招聘したら多分お父さんはお父さんで自分の息子を怒りがちやねん。でもそれって怒れるってことはずっと見てるってことやん。わかる？気にして、うんうん、で、そのお父さんは周りのコーチにその子怒られたくないと思う。なあ。だからさっき言うねん。あ、それね。そう、いいも悪いも、うん、じゃあそれってもう平等じゃない？まあそうやな。そう、平等じゃない。コーチの使いからつってそう、やから厳しいし、うん、まあ、逆を言えばエースで4番とかも監督の子がおる。まあそれがほんまに実力あるかもしらんけど、それが本当にうまかったらそれは、まあ、納得いく、納得いくし、でもそうじゃないチームも絶対あると思うよね、うん、見たことあるし実際、うん、でまあ理不尽に怒られてる子供も見たことあるし、うん、それもなんか悪循環なんかなって最近思うようになって。外部障害、外部障害な、あとトレーナー。はい、ここで少し補足です。まあ、この記事は2019年の記事なんですが、少年野球をしている子どもたちに対して、まあ、問診やエコー検査を行った記事です。問診では6年生 47%、 5年生 34% が肩や肘を痛めた経験があるって答えたに対して、エコーで検診すると6年生は 65%、 5年生は 55%、 肩や肘に障害歴があることが明らかになりました。体が完全にできてない小学生の怪我防止のためにトレーナー制度もありかと思います。ああ、いるかもな。週1回とか、ね、うんうん、1ヶ月に1回とかトレーナーというか、まあ、そうそう、整骨院みたいな、もうなんか大事なんだなって思ったり。そうやな、そう言ってるように外部から来てもらって、そう本当に正しいやり方っていうのを、まあ、子供に合ったやり方っていうのを合わせてやるほうがいいかな。なんかジャンル分けできたらいいのになって思う。だって草野球チームもさ、楽しくやるチームもあればさ、うん、全国目指してるチームもあるわけやん、うん、で、それで誰、どこに入りたいか、うん、まあそのチームの友達とかもあるけど、うん、どこに入れるか、まあ言ったらこっちが決めれるわけやん、うん、まあでもその地域、この少年野球は地域とかもあるから、まあ難しいけど、うん、そのまあ言ったら勝利至上しすぎてやりますよ、うん、まあ、1年生でも上手やったらレギュラー取りますっていう方針もあればいいと思うし、その指導者は父兄で、まあ、技術とかあんま教えられへんけど楽しくできるチームですっていうのも俺はありやと思うけどな。それがこう今一緒のチームになっちゃってるから不満出てくると思う。あ、上手くなりたい子もいるし楽しくやりたい子もいるからっていうことやね。楽しくなやりたい子は試合出られへんかったら楽しくなくなるしさ、うん、でもそのまあ言ったらあんま試合のルール分かってない人出させたら俺らは勝ちたいのにってなるし、保護者も多分同じ意見やんか、それでこう問題になるのかな。ジャンル分けされたらいいなって思う。今ってだって連盟だけやん。そうやな、少年野球連盟やろ、うん、それしか聖火アトムズはなんか独自にリーグ戦やってて、なんかそれでこう出場機会を、低学年の出場機会をみたいなのがあるから、かそういうのやってるらしいけど、でも草野球もリーグ戦もあれば連盟もあるわけやん。レベルが違うか、そうだから、そういうのがこう広がったらなんか改善されるのかなって思う。うん、だから月謝とかもさ、その外部招聘トレーナー行ってますで1万とか、うん、で行きたい人は多分行きたいと思うし、野球塾とかもあるしさ、うんうんうん、とかもあるし、その楽しくするチームやったら2000円とかで、もう別に、うん、別にユニフォームもいらんのやったら、うんうん、なあそれで良くないって俺は思うけど、子供関係の仕事をしてて聞くのはやっぱそれやな、多いよな、うん、0か100かやもんな、どっちか。そう、だから0か100か同じチームにおるからそうそうそう、それがな、その人だから。そう、まあ、野球道具が高いとかそういう問題もあるけど、でも多分お金じゃないと思うねんな、野球離れって、うんうんうん、今の結局その環境だろうな。そう、だからその片親とかも多いし、うんうんうん、
やし、それ大変やしな、そのそう、だからそういうのがやっぱ多いかなっていう、このコメントを見てて、うん、でも改善しようとしてる人もたくさんおるっていうのを知ってほしい、うん、もっといい取り組みしてますよって多いと思うね、うん、SNS に上がってないかもしらんけど、うんうんうん、だから成果を取るのも知らんかったもんな、リーグ戦やってるっていう、もしそれはすごいあったらコメント欲しい、うん、こんだけコメントくれてるから、うん、この最近やったら見に来たよね、うん、見に来たよ、いいことやってますっていうのを逆に広めたいから、うん、もう逆にもう自慢できるやったら自慢してもらって、逆もありこんだけこんなことひどいことやってんけど一回来てみたいな怖いよそれは、それは怖い、告発的なそれは怖い、でもやっぱいいことは知るべきやと思うな、面白い、あのいい使い方をしたい、うん、SNS、うん、これで改善されたとかそういうのがあればコメントにぜひお願いします、うん、野球が大変って思うのもあるかもしれんね、そう保護者的にも、そうやな、だから結局保護者やな、うん、結局保護者大変は保護者や、保護者でもそうやね、うん、だからそこをこう負担を減らせるようになったら野球離れもちょっとはまあ落ち減る減るかもかな、うんうん、かもや、ね、少年野球もし行ってる人で、うん、ほんまに大事なのかを考えてほしいな一回、うんうんうん、多分地域によっても違うと思う、お当番ほんまに大事なのか、うんうんうん、その怪我した時の対応って絶対一人絶対おらなあかんのか、うんうんうん、別にコーチが怪我したらやればいい、いいんじゃない、うんうんうん、だから全般廃止とかじゃなくてこれはいるこれはいらんっていうのを今の時代にあったやつを一回考えたら、うんうんうん、もしかしたら負担は減っていくかも、うん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 、っていう話、はい、なんで、まあ、またコメント欄にぜひなんか俺はこう思うとか俺のチームはこういう取り組みしてるとかもしあれば教えてください、はい、はい、っていう議論でした、はい、はい、じゃあたまにはこういう議論もね出していきたいと思います、今日はちょっと真面目なパターンでお送りしました、じゃあ今回の動画は以上です、またね少年野球の潜入とかもどんどんやっていきたいと思いますので、うん、コロナで今は行けてないけど、うん、いきたいと思いますので、はい、はい、他の動画もよろしくお願いします、はい、でその少年野球問題のお当番の役割についてっていう動画まだ見てない人は概要欄に貼っとくのでまず見てください、はい、では今回の動画は以上です、おきに。